副長、斉藤です。雪村を連れてまいりました。入る。随分と長く待たせたな。お前を外に出してやる時が来た。真偽は定かじゃねえが、本人かどうかは娘のお前に確かめてもらうのが一番だと思ってな。伏見にある寺田屋って宿だ。これから斎藤に確かめに行ってもらう。だが、高堂さんがまだそこに留まってるとは限らねえだろう。ああ、伏見にいたってことは、今日の街中をうろついてる可能性もある。その通りだ。だから、原田と新八、それから平助の巡察に、こいつを同行させて、高堂さんを探してもらってもいい。俺たち全員で？いつもは手分けして順番に見回りしてるのに。言いたいことは分かりましたけど、この子のお守りを僕たちに任せっぱなしってのは気に入らないな。今日は確か土方さんも外出する予定が入ってましたよね。今後のためにも可愛い故障を同行させて、いろいろ勉強させたらどうですか？何を言ってやがる。こいつが俺の故障っつうのはお前が勝手に言ってただけだろうが。でも他の大使たちは完全にそう信じ込んでるみたいですよ。嘘から出た誠なんて言葉もありますし、相応の仕事をさせた方がいいんじゃないですか。ま、今の今日は物騒だし、無理に出かける必要はねえと思うぜ。俺たちも一応高堂さんの顔はわかるんだしな。わかった。あんたにとっては久方ぶりの外出だな。体調の方はどうだ？そうか。観察方からもたらされた情報だ。その宿に
帝髪の乱方位が逗留しているらしいとな。先を急ぐぞ。疲れが出てきたら言え。向かいに茶店があるな。入ることとしよう。寺田屋はもともと薩摩藩御用達の宿と言われていてな。そのためか西国の老子が立ち寄ることが多いと言われているのだ。わからぬ。単なる偶然か、あるいは会津藩お預かりという我々の立場を考えると、不用意に寺田屋に立ち入るわけにもいかぬ。故にあんたにはここで宿に出入りする客の様子を確かめてもらおうと思うのだが、構わぬか？俺は尊攘派の老子に顔を覚えられているかもしれぬ。ここで張り込みをするのは差し障りがあろう。案ずるな。俺も近くで情報集めを行うつもりだ。何かあればすぐに駆けつける。それでは頼んだぞ。人間違うだが、誰かと待ち合わせか？
どうした？ぼーっとして。待ってるんじゃなきゃ、誰か探してるのか？おお、親父さんを。って、何か訳ありみたいだな。話してみろよ。もしかしたら力になれるかもしれないぜ。あんた、東国の生まれだろう。そいつは大変だな。こっちの土地勘もないだろうし。よし、わかった。俺も付き合ってやるよ。困った時はお互い様ってね。迷惑だって言われりゃどうしようもないが。俺は埼谷梅太郎って言うんだ。埼谷さんでも梅さんでも好きなように呼んでくれ。雪村ちゃんな。名は体を表すなんて言うが、そのまんまだな。で、下の名前は？きっとあんたによく似合う、可愛い名前なんだろうが。ん？まあいいか。女っていうのは、いくつも秘密があるっていうしな。いや、どこをどう見ても女だろう。それとも俺をバカにしてるのか？ま、こんな可愛い娘がうろうろしてたら、周りの男が放っておかないだろうし、男の格好してるのは正解だと思うぜ。で、あんたの下の名前は何と言うんだ？なるほど。思った通り、あんたにぴったりの可愛い名前だな。で、あんたはどういう男が好みなんだ？男と出かけるんならどういう場所がいい？あ、そういや、そうだったな。すっかり忘れてたぜ。雪村、待たせてすまなかったな。今戻った。なんだ、お仲間が帰ってきちまったのか。そんじゃ、これ以上の手助けは無用かな。それじゃあな、縁があればまた会おうぜ。今の男は。それについては帰る道すがら話すが、期待はせぬ方がいいとだけ言っておこう。
待っていてくれ。今あんたの分の勘定を済ませてくる。すまぬな。わざわざあんたに伏見まで同行してもらったというのに。そういえば、先ほどあんたと話していた男のことだが、妙な男だったな。一見人好きするように見えたが、立ち居振る舞いには隙が全くなかった。剣の心得がある者は目を見ればわかる。おそらく脱藩浪人の類だろう。この辺りで寝泊まりしているとすれば、薩摩や西国にゆかりがあるものかもしれぬ。何にせよ、気を許さぬ方がいいだろうな。昨今の京の治安を考えると、用心に用心を重ねておくに越したことはあるまい。